アンジールのやつ、どんだけサボれば気が済むんだ。あれからもう一月だぞ。セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて、ジェネシスって言ったらセカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと許すはずない。ソルジャーの誇り誰よりも大事にしてんだから。あんたく何がどうなってんだ。アンジール早く戻ってこい。ソルジャークラスセカンド、ザックス。そうだけど、あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと！誰だよ。アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。じゃあ、何の用？新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファースト、ジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？親子だからな。念のためスタッフも派遣しておいたが、連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タークスのツォンだ。これなんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。お、ちょっと失礼。もしもし。ああ、俺カンセルだけど、メール読んだか？まだ、後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そっか。なあ、それ終わったらちょっといいか？なんだよ、時間ないから少しだけだぞ。うん、それでいい。じゃあブリーフィングルームの前にいるわ。ザックス、任務の前は行きたいところへ行ってしたいことをしておいた方がいいぞ。なんというか後悔のないようにさ。でこれから1階まで降りて8番街に行ってみないか？よし、8番街だ。じゃあここからは別行動な。え、マジ？誘っておいてほったらかし？俺なりの気遣い、わかれよ。お前、任務の前で時間がないだろ？一人の方がいろいろできるからな。もし会社に戻りたいなら、あっちだ。じゃあな、ザックス。また連絡する。あなた、
もしかしてソルジャーさん？ソルジャーのザックスだ。よろしく。ザックス？聞いたことないわね。どうせ二流ソルジャーでしょ。今最強のソルジャーは誰かって話をしていたの。私はアンジール様ね。真面目な雰囲気に倹約家なところが素敵。ソルジャー最強の男っていうとセフィロス様以外考えられないわ。上半身裸の姿を考えただけで頭がクラッとするわ。何を言ってるのあなたたち。時代はジェネシス様よ。ソルジャー最強の男なんですから。ソルジャークラスファーストって意外に女性ファンが多いんだね。お、ミッドガルのパトロールご苦労さん。どこのソルジャーか知らないが、貴様はここで何をやってるんだ。いや、何って言われても。八番街の通常パトロールは治安維持部門所属神羅第18小隊の任務だ。この八番街の平和を乱すのであればたとえソルジャーであっても許さんぞ。いや、そういうわけじゃないんだけどね。ちょうどいい機会だ。いいことを教えてやろう。ミッドガルに必要なのはソルジャーではない。どういうこと？迷子になった子供を母親の元へ連れて行くのは誰だ？自販機で小銭をくすねるコソ泥を捕まえるのは誰の仕事だ？列車の中で大声で電話をしている少女を注意するのは一体誰だ？全て我々だ。つまりミッドガルに必要なのは我々神羅軍ということだ。そりゃご苦労さん。そうやっているのも今のうちだ。近々ソルジャーとの合同訓練が行われる。軍とソルジャー、真のエリートがどちらか白黒はっきりつけてやろう。確かに我々が負けた。だが訓練に参加した兵士たちは素人同然。実戦訓練もないような奴らばかりだった。次も同じ結果になると思うなよ。本気になるぞ。訓練だと思って下手に出ていればいい気になりよって。第3回合同訓練のその日、貴様らソルジャーにとって屈辱的な一日になるだろう。だがその要因は分かっている。ソルジャー部門と治安維持部門の予算の差だ。ソルジャーは科学部門によって特別な手術を受けていると聞く。勝ちたいからといって我々はドーピングなどしない。敵は一撃で仕留めること。さあ、やってみる。一撃でだぞ。手本はなしかよ。くそ、やればいいんだろ。よし、一撃で倒したぜ。相手が弱すぎたな。さあ、次だ。おっしゃー。コンフリクトリゾルブ。ついに予算交渉の結果が出た。ハイデッカー統括より新型神羅兵器の実戦訓練の命を受けた。こうなれば貴様に負ける理由はない。
これまで。だから頑張ってるって。よっしゃ。コンフリクトリゾルブ。死んだ兵器を使ってもまだ負けてしまうとは。何が足りないんだ我々には。いいだろう。次の訓練が最後だ。そこで決着をつける。我々が負けたらその時は認めよう。ミッドガルに必要なのはソルジャーだとな。答えは出たな。我々の力では貴様に勝てない。ソルジャーごときに負けっぱなしとは。なあ、なんでそんなにソルジャーを嫌ってるんだよ。時には同じ戦場に立つ仲間だろ。もう少し仲良くやろうぜ。ソルジャーなんかに言いたくないってわけね。ソルジャーを超えることで部下たちを奮い立たせたかった。一般兵の能力はソルジャーに及ばない。ソルジャーがいるのだから一般兵は楽していればいい。若い連中は口を揃えてそう言う。そんな奴らに見せつけてやりたかったのだ。ミッドガルを守る者としての誇りを。だが現実は現実として受け止めなければいけないのかもしれないな。兵士とかソルジャーとか関係ないだろ。ミッドガルを守りたいっていう思いは一緒なんだから。何を言っておるか。ソルジャーごときが偉そうに。そんなこと貴様に言われる以前に分かりきってることだ。はいはい、そうですか。こんなところで油を売っておる暇はない。私は行くぞ。おい貴様、名前を聞いていなかったな。ソルジャークラスセカンド、ザックス。ザックスか、覚えておこう。